い、どうも、ヒアリセです。どうも、ガインです。今日なんですけども、はい、トラビス・シンワーが崩壊ですか？あ、そうなんですよね。うん、はい、トラビス・スコットとエア・ジョーダン・ワロの OG がね、最近発売されたんですけど、はい、まあ、過去のモデルに比べると、今年発売された、まあ、コラボの2足に関しては、うん、割と値段の方が下がっていってるんですよね。まあまあ、そんな話もあります、ね。はい、まあ、考え方としては、まあ、買いやすいからいいかなと思ったりするんですけど、うん、過去のモデルではここまで値段が下がらなかったのに、うん、今年発売されたモデルに関しては、今こういった状況になってて、で、今後ね、新作が発売されるんですけど、うん、その新作でジョーダンとのトラビス・スコットのコラボも、うん、まあ、どういった風になるのかっていう話を含めて、ちょっとやりたいなと思ってるんですけど。うん、はい、まあ今までのようには行ってないと。あ、そうですよね。はい、はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやってますので概要欄の方にリンクのがありますので気になる方はフォローの方よろしくお願いします。はい、ちなみにですね、はい、さっきちょっとなんかの企画の話してて、はい、なんか街ブラの話出たじゃないですか。ああ、そうっすね。どうなんですかね、街、はい、ブラってニーズあるんですかね。見た人いますかね。わかんないですけど。最後にやったんいつかなっていうぐらいの感じ。最後どこ行ったんでしたっけ。最後僕一人で確か梅田のね周りを、うん、まあブラつくと言いますか。ああ、そうなんですか。今、はい、行ったりとか。っていう感じだったと思うんですけど、なんかその辺ね、はい、もし興味あったらコメント欄の方にね、はい、書いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。まあ真夏にやるんとこれからやるんだったらちょっとね。ああ、そうやね。はい、まあ、過ごしやすいっていうのもあるんで。そうですね。はい、この間ね発売されたトラビス・スコットとエア・ジョーダン・ワロの OG のミディアム・オリーブなんですけど、うん、まあ僕らね全然買えな買えなかったんですよ ね、 やつなんですけどね、うん、はい、で遅れてアトモスさんのね抽選の結果も出てきてたんですけど、うん、まあ買えてなかったんですよね。そうですね。そうなんですよ。はい、でこれっていうのは、まあ、これちょっと見てもらいたいんですけど、海外のリーグアカウントサイトの方が最近やってたんですけど、うん、9月の28日に全世界でスニーカーズの方で発売されて、うん、その1週間前の話になるんですけど、大体ね、二流通の方で1000ドル以上で取引されてたっていうふうに今書いてるんですよね。はいはい、はい。で、僕らの動画の方でも、発売の1週間前ぐらいは、うん、ストック X の方では10万円は超えてたんですよね、これに関しては。ああ、ずっとね、僕らウォッチしてますからね、お値段、ね。はい。一番高い時にね、僕ら18万円ぐらいで取引されてたっていう話とかも、確かしてたと思うんですけど。いや、でもなんか、もうすぐ発売されるのに、そんな値段で買う人もちょっと狂ってるなってちょっと思っちゃいますけど、ね。早く欲しかったんでしょうね、多分ね。うん、やと思うんですけど。で、まあ、このね、リークアカウントサイトが言ってる報告によると、うん、1週間前は1000ドル以上で取引されてたこのモデルが、今はね、600ドル以下で取引されてるっていうふうに書いてるんですよね。そうなんですね。はい。でね、ちょっとストック X での最新の取引の値段を見てもらいたいんですけど、最新の取引でいうと、これ6万8900円で取引されてるんですよね。安いっすよね。はあ、はあ、安いっすね。そうなんですよ。はあ、でね、僕のサイズでいうと、1日に取引されてる額をちょっと平均してちょっと算出したんですけど、うんうん、6万6000円ぐらいで、まあ、取引されてるなという感じなんですよね。ちなみにこれはストック X の話になるんですけど。そうなんや。はい、6万6000円だったら、発売された直後も考えても少し安くなってるんですよね。あ、そうなんですよ。はいはい、はい、でね、ストック X じゃなくてスニーカーダンクでの今の最新の取引見てもらうと、うん、大体7万5000円ぐらいで取引されてるんで、うん、8万円割ってるんですよね、うん、金額の方が。 あれなんや、海外の方がというか、はい、ストック X の方が安い、ね、少しだけ安いんです。まあ1万円ぐらい安いんですかね。あ、まあでも手数料とかは高いでしょ。そうなんです。まあそういうの含めたりしたら、まあそこまで差はないかなっていうふうに思ったりするんですけど、うん、で、まあ冒頭でも言ったんですけど、うん、今年発売されたトラビス・スコットとエア・ジョーダン・ワロの OG でいうと、ウィメンズのモデルのカダリーが発売されたんですよね。まあそうですね、はい、そうなんですよ。はい、で、まあこの間発売されたメンズのサイズになるんですけど、うん、ミディアムオリーブの方が発売されて、うん、で今のちょっとね、このカナリーのウィメンズのモデルの最新の取引額見てもらうと、うん、5万割ってるんですよね。まあカナリーはね、はい、ちょっといろいろ言わつくつきと言いますか、まあすね、トラビス・スコットがね、はい、発売前に自分の出身高校で配ったら、はい、それが結構出品されちゃってたみたいな話もありましたし、そうなんですよ、ね、はい、そうなんですよ。でこのカナリー自身も数が多かったと言われてるんですよ、ね、いう話もありますね。15万足ぐらいって言われてます。で、まあ、今回このカラーリーについて言えば、はい、今までのトラビス・スコットの配色からちょっとかけ離れたカラーリングだったっていうのもあって、まあっね、はい、おまけにこれウィメンズですからね。そうなんですよ、うん、はい、で、まあ、そういうのもあって金額の方が、まあ、最新の取引見てもらうと5万割ってたんで安くなっていってるという話なんですけど、これだったら僕らでもまあ手が出るトラビス・スコットかなって感じがしますね。僕もこれお気に入れてますからね、ちゃんと。そうなんですよ、はい、でね、今年発売された、まあ、先ほど名前が出てたカナリーであったりとか、
ウィリアム・オリーブっていうのは、うん、発売された直後スニーカーズの方で発売された直後に、うん、ニユースでの取引っていうのが、うん、もう10万円割ってたんですよね。ああなるほどね、はい、去年より以前に発売されたトラビス・スコットエアジョーダン1の OG に関しては、うん、実は発売された直後にスニーカーズであったりとか、うん、9万円10万円割ることっていうのは実はなかったんですよね。ああなんかねそう言われれば、はい、今年いつだったかな、もうなんかエアジョーダン1ロートのコラボはなくなるっていう話になってましたよね。そうなんですよ、はい、うん、でその後に発売されたのが、まあ、別腹っていうふうに言い方してたんですけど、うん、ゴルフが発売されたんですよね。そうですね、そうなんですよ。ゴルフですらちょっともうこれ見てもらいたいんですけど、最新の取引っていうのは大体14万円なんですよね。あそうなんですね。すはい、これあの2023年のね10月13日直後の数字で言うと、はい、まあこれ発売直後ですかね。はい、はい、あの10万円以上で取引されてるんですよね。そうなんですよ。なんで、うん、まあ先ほど言った去年とかに発売されるモデルに関してはちゃんとスニーカーズに発売された直後に9万円10万円を割ることはなくて、その後ちゃんと徐々に上がっていってるような価格推移になってるんですよね。あ。そういうことね。そうなんですよ。ああ、はい、ああで、まあ、ついちょっとこれ見てもらっても、今から、説明させてもらうのは、発売順にちょっとね、まあ、新しいものから古いものに、まあ、追って、ね、ちょっと説明させてもらいたいんですけど。うん、まず一つ目がですね、はい、トラビス・コットとエア・ジョーダン・ワン・ローの王子、これ、ウィーメンズになるんですけども、はい、オリーブですね。すねはい、こちらが、まあ、2023年の4月の26日に発売されたモデルになるんですけども、はい、これ、現在の取引額っていうのは14万円ほどって感じですか。そうなんですよね。はい、まあ、買えないですよね。まあ、で、で、先ほどのゴルフもそうなんですけど、まあ、買えへんよなっていう話なんですけど。そうですね。はい、で、このね、ウィーメンズのオリーブが発売された、まあ、直後の値段といいますか、うん、はい、取引額ちょっと見てもらいたいんですけど。発売直後の値段ってことですね。はい、23年4月26日、発売直後のお値段っていうのは、はい、まあ、大体、9万8000円から10万円前後ということ で、ね、やっぱりその後、はい、値段上がってきてるということですかね。そうなんですよ、はあ、発売された直後も9万円割ることはなくて、うん、その後上がっていってるんですよね。なるほどね、はい、ほうほう。で、まあ、今年発売されたモデルはさっきも言ったんですけど、うん、発売された直後っていうのは9万であったりとか10万の値段のところがもっと下がってたんで、うん、そうなんですよね、はあ、でその前に発売されたのは次これですよね。はい、トラビス・スコットと、ナイキエア・ジョーダン・ワン・ローの OG で、ブラックハンド、これはメンズだったんですよね、はい、そうなんですよ、はい、でこれの方が現在の取引でいうと10万円以上で取引されてるんですけど、うん、発売直後でいうと、まあ、9万円が10万円ぐらい取引されてたんですよね、うん、まあ、現在のところで言うとね12万円で取引されてるんですけども、はい、発売直後っていうのはまあ10万円で、まあ、その後ちょっと9万円ぐらいまで1回下がってたんですよね。そうなんですよ。でもまあやっぱり値段の方が後になって上がって1年も2年も経てば上がってきててって感じなんですよね、はい、まあ、数が減ってきてるっていうのはあると思うんですけど、うん、はい、あの近年発売されたトラビス・スコットとエア・ジョーダン・ワロの OG でいうとブラックファントムに関してはちょっと値段下がったなっていうふうに、まあ、発売した時に思ってたんですよね。ちょっとね、はい、なんか真っ黒すぎて人選ぶんかなっていう気もちょっとしましたけどね。あ、そうなんですよ、はい、でこれについては付属品でバンダナであったりとか、うん、ハットシューレースが付いてたりとかしてて、うん、面白い一足やったんですけど。そうですね、はい、これについてはまあね9万円ぐらいで最初取引されててその後はゆっくり上がっていくっていう感じなんですけど、まあ、先ほど紹介されてもらったゴルフであったりとかの値段に比べると、まあ、12万円なんで少しだけまあ安いかなという感じですよね。そうですね、はい、まあ、それでも12万円なんで今すぐ買うかって言ったらまあちょっと考えますよね。めっちゃねめちゃめちゃ考えますね。そうなんですよね、はい、で続いては、まあ、あのトラビス・スコットとナイキエア・ジョーダン・ワン・ローの OG バースモカーですね。そうですね、はい、こちら現在の取引額というのは20万円前後っていう感じなんですよね。すごい値段、やっぱこれ、まあ、カラーリング的にも人気があったって感じなんだから。僕これすごくいいなと思ってるんで、はいはい、まあ、ちなみに僕らこれ2人ともオンラインチャレンジなんですけど、うん、買えなかったんですよね。そうですね、そうなんですよ、まあ、ちなみにこれ2022年7月21日の発売後、はい、発売直後なんですけども、はい、18万円前後で取引されてて、まあ、その後ちょっとね若干値段15万円前後まで下がってた時期もあるんですけども、はい、今見てみるとやっぱり20万円付近まで戻ってきているということなんですね、はい、リバースモカに関しては発売されてから結構な最初の値段すごいですね。これ価格下がったとはいえね、はい、1回ね下がったとはいえなんかもともと高い位置で取引されてるんですね。あ、そうなんですよ、はい、10万割ってないんですよね。だからね、そうですね、出だしで9万、ね、10万にはなってなくてっていう感じなんですけど、これやっぱり人気のパワーって感じだな、はい、このカラーリングかっこいいですね。涼しの部分がセイルのカラーになってたりとか、うん、そうなんですよね、うん、はい。
でやっぱりね、まあ、日本ということであればフラグメントですよね。あ、そうですね、はい、トラビス・スコットとフラグメントのコラボですよね、はい、エアジョダン・ワンロートのコラボなんですけど、ミリタリーブルーですよね、はい、こちら、現在の取引額っていうのがだいたい25万円前後。すごいっすよね。えらい値段ですね。すごいっすよね。25万円って言ったらもう1ヶ月分の給料にも値するような感じですけども。あ、そうですね、はい、これでも発売当初、はい、まあ、発売直後ですかね、はい、2021年の8月の13日に発売されてるんですけども、はい、まあ、その直後っていうのは約12万円前後で取引されていたということなんですよね、はい、はい、でその後これに関してはぐん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 上がっていってるんですけど、倍近い値段になってますよね、はい、すごいね。まあ他の話になるんですけど、うん、その時に12万円で買えた、まあ、逆にラッキーやったんかなと思ったりするんですけどね。ああ、これよくよく考えたら、はい、もうエアジョーダン・ワンノートのコラボないぞみたいな話があったから、あ、まあそうっすね、後から値段上がってきたみたいな話もあるんかもしれない、ね、かもしれないですよね。でも蓋を開けてみたら、はい、まあ、その後ダラダラと出してるんですよね。ダラダラと出してるじゃないですか、はい、そうなんです。この後も説明させてもらうんですけど、うん、トラビスとジョーダンに関しては新作がね結構控えてるんで。そうなんですよね。そうなんですよね、はい、で、まあ、続いてが、まあ、僕このカラーも好きだったんですけど、はい、トラビス・スコットとエアジョーダン・ワンローの OG、はい、ダークモカですね、はい、こちらの方が、まあ、現在の取引額っていうのはだいたい21万円前後という形なんですね。はい、はい、で、まあ、発売当初、これ結構前なんですね。2019年、もう5年も前なんですね、はい、2019年7月20日発売なんですけども、はい、当時の、まあ、取引、発売直後の取引額というのが、はい、9万4000円ということ、あ、そうなんですよ、もう倍以上に、ね、なってきてるということなんですよね、はい、まあ、これも発売直後別に9万割ることはなかったんですよね。そうですね、はい、でそこからぐんぐん上がっていってるんですけど、ちなみにね、この2019年のこのモデルっていうのはトラビス・スコットってエアジョーダン1の OG でいうとファーストカラーになるんですよね。あ、そっか、はい、これ定価の金額覚えてます？いくらですか？1万4000円ぐらいなんですよ。マジで？そうなんですよ、はい、じゃあもうプレネで考えたらもう10倍以上というか。そうですよね、まあ、20倍までいかないけども、はい、15倍ぐらいにはなってきてる感じなんですよ ね、はい、ね、で発売直後でいうとプラス8倍ぐらいやってたんで、うん、そうなんですよね、はい、まあ、今回はねローだけの話をさせてもらってまして、うん、ハイについてはちょっとね入れてはないんですけど、これ、はい、やっぱりさっき言ったみたいに、まあ、もちろんあのカラーの人気と、はい、発売された本数 の、はい、まあ、あの量もにも依存するとは思うんですけども、やっぱりなんかあの発売がエアジョーダン・ワンロードのコラボなくなるぞって言ってた付近ぐらいまでは、はい、やっぱり値段上がってきてるけども、 そうなんですよ、ね、その後にダラダラと発売してきてたやつっていうのは、はい、もうなんか次があるからいいかっていう空気が多少あるんかもしれないですね、うん、最後に説明させてもらった2019年なんですけど、うん、その頃ってナイキめっちゃ勢いあったんで、ああそうですね、あ、そうなんですね、まあ、まさにそういう市場も伸びてきてる段階やったって感じもありますよね、うん、そうなんですよ、はい、さっき言ってたんですけど、まあ、神話崩壊じゃないですけど、うん、今年発売されたトラビスエアジョーダン・ワロに関しては、うん、まあ、去年以前発売されたモデルに比べると元気がないと言いますか。そうですね、ですよね、はい、まあ、逆に言えば、まあ、逆言えばです、まあ、買いやすいっていう話なんですけど、まあそうですね、そうなんですよ、はい、うん、実際に僕もカーリーであったりとか、うん、ミディアムオリーブに関してはずっと値段で、ね、お気に入りで見てるんで、まあ、下がってきたタイミングで買ったのかなみたいな感じですよね、はい、ミディアムオリーブに関してはカラーすごくいいなと思っているんで、そうですね、そうなんですよ、まあ、もうちょっとずつ下がってきてくれたらなって、もうちょっとってくれたらって思ってるんですけどね、そうですね、はい、で今後の動きなんですけども、そうなんです、はい、トラビス・スコットっていうのはジョーダンブランドのコラボで今年後半にかけてもいろいろ発売するんですけど、そうですね、はい、であるリークアカウントサイトが言ってたんですけど、うん、僕らがねさっき話したような内容のことをちょっと言ってまして、うん、いやこの新作で発売されるこれ11月3日発売予定の、うん、トラビス・スコットと、ジョーダンブランドのコラボでジャンプマンジャックのダークモカってあるんですけど、まあ、ジャンプマンジャックも全然変えてないですけどもね、あ、そうなんですよ、うん、はい、このダークモカも発売されたらだんだんね値段の方が値崩れしていくんじゃないかっていうふうなこと、まあ煽りでやってたんですよね。あ、まあ、今年の傾向でいくと、はい、まあ、発売直後ぐらいからやっぱり値段の方がだいぶ落ちていくんじゃないかっていうこと、ね、はい、ことを言ってたんですけど、実際にこれね、10万円ぐらい取引されてたんですけど、最新の取引でいうと7万円ぐらい落ちてきてるんですよね。あ、はい、そうなんですか。というのを来月発売されるんじゃないかっていう情報がめっちゃ出てきてるんで、まあ、発売される前に、はい、なんか結構高値で買う人ってすごいなっていつも思いますけど、ね、そうなんですよね、うん、ジャンプマンジャックの過去のモデルでいうと、ジャンプマンジャックでは今年発売された新しいね、ジョーダンブランドとトラビス・スコットのコラボになるんですけど、うん、まあ、日本の方でスニーカーズの方でも発売されたこのジャンプマンジャックのセールありますよね、うん、はい、これ僕ら2人とも買えなかったんです
よね。はあ、そうなんですよ、はい。まあ、これの最新の取引っていうのは、まあ、大体8万円ぐらいで取引されてるみたいなんですよ、ね。8万8000円ぐらいですかね。そうなんですよ。これね、はい、カラーリング僕結構好きやったんですけどもね。そうなんです、うん、でももうね、はい、値段も高いから買えないなって感じになっちゃってるんですけども、はい。まあこれね、スニーカーズの方で発売された直後っていうのは大体10万円ぐらい取引されたんですけど、うん、まあ、ちょっと1万円か2万円ぐらい安くなってるかなっていう感じなんですよね。うん、ああそうですね。2024年の4月の30日に発売されたんですけども、はい、まあその時のまあ、あ、価格っていうのは9万8000円ぐらいでの取引だった、はい、約10万円ぐらいかなっていう感じだったんですけど、そうですね、で次ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、ジャンプマンジャックでいうとその後発売されたのがユニバーシティレッドのカラーが発売されたんですけど、うん、これ日本の発売なかったんですよね。あ、そう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 なんですよ、ね、トラビス・スコットのサイトの方だけで発売されて、あと US のスニーカーズの方でスニーパスがあったんですけど、これ受け取りがトラビスの、まあ、地元といいますか出身のね、うん、場所だけで受け取りで、普通に US のスニーカーズの方で発売されただけじゃないんですけど、スニーパスだけだったんですよ、ね、そうですよね、はい、うん、でこれに関しては、日本のスニーカーダンクの方のちょっと取引が始まった時の値段見てもらいたいんですけど、うん、28万円やったんですよね、最初。あ、まあ日本で発売されてないから、あ、そうなんですよ、日本では普通では買えないもんね、はい、ただまあぐん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 値段の方が下がってきてて、まあ10万円は割ってるんですけど、うん、そうなんですよ、ね、え、あ、そうなんや。28万円で取引されてたものが今10万円ってことなになってるんですよね。あ、そうそう、はい、ただこのユニバーシティレッド、日本のスニーカーズの方でちゃんと発売があったら、まあ、もうちょっとだけ値段下がってたかもしれないですね。そうですよね、思うんですけど、うん、そうなんですよ。そうなんや、知らなかった、はい、でこのユニバーシティレッドの方は、まあ、さっきも言ったんですけど、日本のスニーカーズの発売なくて、次このね11月13日に、うん、このダークモカの方が発売されるんじゃないかということで、最近僕らの動画もやってるんですけど、うん、はい、でトラビス・スコットで言うと、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、ダークモカ以外に、フィールド・ジャックスって言われる、これナイキとのコラボになるんですけど、うん、それが発売されるんじゃないかっていう話があったりとか、うん、あとまあジョーダン・ブラウンとのコラボで、トラビス・スコットとエア・ジョーダン・ワロの OG のベルベット・ブラウンってモデルが12月の21日に発売するんじゃないかということで情報ができてるんですよね。なるほどね。はい、でこの、ベルベット・ブラウンに関しては、うん、僕らの最新の動画の方でも言ってたと思うんですけど、もうすでに大量にバックドア横流しの方がされてるんですよね。なんかあれですよ、はい、なんかその価格が崩れるのを恐れて早めに売っちゃってるみたいな話もありましたね。ありましたよ、過去にそういった話もあったんですけど、うん、でこのベルベットブラウンに関しては、実は、ニユーズの方での最新の取引っていうのは一切ないんですよね。あ、そうなんや、横流し結構されてるみたいなんですけど、まだ最新の取引がなくて、その代わりなんですけど、これアメリカの eBay ありますよね、うん、アメリカの eBay の方で結構出品されてまして、出品されてる際の、その値段の方がですね、大体10万円ぐらいで設定されて出品されてるんですよね。これでもなんか不思議やね、なんでストック X とかでは出なくて eBay なんですよ、ね、あ、そうなんですね。ストック X 一応鑑定ありますよね、はい、なんで eBay だけでね出品してるのかが謎ですね。そうなんですね、うん、はい、ベルベットブラウンなんですけど、うん、過去に発売されたこのブラックファントムと2つ並べて、うん、どっちが欲しいっていうアンケートがこの間あったんですよね。はいはいはい、はい、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、ベルベットブラウンよりブラックの方が人気高いんですよね。あ、そうなんですね、はい、でこのアンケートの結果見た時に、僕はねこのベルベットブラウン12月に発売された欲しいなと思ってるんですけど、うん、まあ、前半で話したみたいに、今年のねカナリーであったりとかミディアムオリーブのように、まあ、値段の方がもしかしたら値崩れしていくのかなって思ってるんですけど。なるほどね。そうなんですよ、うん、まあ、まあお求めやすい値段になったら、まあ、具体的な値段で言うと、まあ、5万円ぐらいになったら買おうかなって思ったりとかするんですけど。ああ、そうね。あ、そうなんですよ、うん、まあ、それぐらい値段になったら言うと、まあ、定価で買うのが1万なんで、まあ、定価で買いたいんですけど、まあ、僕らの動画見てもらう方は分かってると思うんですけど、5年間ぐらいずっとトラビスのコラボには変えてないんで。まあ5年間ぐらいっていうか、発売当初から ずっと変えてないたことはないんですけど、ね、あ、そうなんですよね。はい、なんで、まあ定価で買うのは難しいんで、まあユーズの方でね、まあ、買うとしても、まあ値段の方が下がってくれば嬉しいんで。ここから先数年間がまだまだこの抽選参加してたら、いつかは買えるんですかね、定価で。どうなんですかね。はい。うん、来年で言うと、フラグメントとトラビス・スコットとエア・ジョーダン・ワロの OG のコラボが久しぶりに出るんで、あ、そうね、めちゃくちゃ人気高いと思うんですけど、それがもしなんかね、はい、定価で買えたら奇跡ですね。そうなんですよね。それについてはね、約1年後ぐらいですかね、発売で言うと。あ、そっかそっか、はい、2025年の秋頃っていう情報なんで、うん、そうなんですよ。そういえばね、はい、なんかハイカットの噂ありますね。あ、そうなんですよ、ジョーダン1との、はい、あれどうなったんですか。それがまだ全然情報出てこないんですよね。 あれも気になってるんですよ、はい、今年出るんじゃないかっていうリークがあったんですけど、うん、もう今10月なんで、おそらく発売することはないかなと思うんですけど、ただできているリークとかまとめると、うん、
エアジョーダン1廃用時のトラビスのコラボについては今後ありそうだっていう話は結構出てきているんで、うん、あ、そうなんですね。そうなんですよ。リリースが全く今後ないっていうふうに言い切ってるとかなかったんで、うん、まあ、来年期待したいなと思ってるんですけど、というのも2025年にナイキが、まあ、ナイキの、ね、人気を復活させたのか分かんないんですけど、うん、めっちゃ仕掛けてきてるんですよね。なんか結構話題になりそうな、はい、あのエアジョーダン1をいっぱい、ね、発売の、ね、ね、予定に置いてますよね、はい、ユニオンとのコラボであったりとか、うん、85シリーズとブレッドの復刻であったりとか控えてるんですよね、まあ、ね、はい、おまけに2月の発売多いですしね。多いんですよ、うん、はい、でね、今月発売予定だったエアジョーダン1汎用陣のリーマジンのブラックトゥーが、まあ、もしかしたら来年の2月になるんじゃないかという話もあるんで、どんだけ2月に固めていくんですかって話なんですけど、うん、はい、まあ、最新の僕らの動画では12月の31日にブラックドゥーが出るんじゃないかっていう話があるんで、もしかしたら年内出るかもしれないんですけど、はいはい、そうなんですよ、はい、うん、なんで、まあ、2025年に割とナイキが仕掛けてきてるんで、うん、さっきフィアレスで言ったエアジョーダン1ハイオージーとトラビス・スコットのコラボも来年もしかしたらありえるのかなっていうと思ってるんですけど、楽しみですね。そうなんですよ、はい、まあ今日ねやった話なんですけども、はい、まあ一時期に比べると、まあ、あの去年発売されたモデルと今年発売されたモデルっていうのを比較すると、はい、どうも発売後の勢いが違うぞということなんですよね。まあ、値段の方が下がってきてるんで、もう少し下がってくれたらお求めやすい値段になったら欲しいなって思ってるんですけどね、うん、そうですね、そうなんですよ、はい、まあ、定価で買えるのが一番なんですけどね、うん、買えないんでね、そうね、そうなんですよ、うん、はい、トラビス・スコットについてはね、はい、また来月再来月と発売の話もありますし、はい、おそらく、本家サイトの方でゲリラ発売だったりとかもね、はい、あると思いますので、まだそのあたり情報キャッチできましたら、はい、こちら紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。ファイヌスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.